50分のアラーム眠気混じりの朝焼け通勤ラッシュとはほど遠い誰もまだ起きる時間ではない事務所に7万到着先輩より遅く着くとせっかんで時間ラジオ体操全員半分寝ているしかし声を出してないと電池図監督に前に出されて三巡人の前でラジオ体操する羽目になるこれは晒し者間違いなく晒し者8時に職人にじじじめだし爪を渡しこれは違うこんなことできない怒号が止まらない着信が止まらないワンコールの綾に在地中中殺すぞ殺すぞそんな言葉は聞き飽きたヘルメット越しにならなくてもいいと思ってる脳が揺れて声が聞こえないこれが脳震盪かスパナの殺傷力以上の仕事が終わらない昼埋められるのは午後10時何も食べれないしかし夜中すかないなぜなら冒険でお腹いっぱい今日は終電で帰るといいな終電過ぎても所長いる所長よりも先に帰れない早く帰ってくれ深夜に